理学療法士の山中です。今回は前に進む時の腕の使い方の話をしたいと思います。腕を振るってよく聞くと、よく皆さんはこう前に振る方が結構多いんですけど、そうするとつられてこう背中も丸くなってしまったりするんですね。ですのでポイントを2つお伝えします。まずは手を振る方、伸ばして振る方は後ろにちょっと大きく、後ろを意識して大きく振ってあげるといいかなと思います。それから肘を曲げて歩く方はこの肘を後ろに行くといいと思います。これは何でかというと、引くもしくは腕を後ろに伸ばすと体がひねるんですね。ねじれるんです。ねじれるとその分で前に進む力ができてきますので、ぜひ前に進みたい、しっかりと力強く歩きたいときには腕を後ろに伸ばす、もしくは肘を引く、大事にしてほしいなと思います。はい、ではまたここから実践です。今回は腕の使い方ですが、橋本さん、腕を振りましょうって言われるとどんな風に振りますか？あ、なるほどなるほど。橋本さんの感じだと、肘が伸びているのでちょっとね、後ろ、指先が後ろの方、あ、そんな感じ、なるべくしながらこんな感じでちょっと左に振ってみてください。楽に腕はぶら下がってるだけ。あ、いいですね、いいですね。じゃあ今度は肘曲げて、肘曲げて振るとあ、もっと肩楽、肩楽、そう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 。で、肘を後ろ、後ろ、後ろ、後ろ。あ、いいですね、いいですね。そんな感じなので、手伸ばしても肘曲げても前じゃなくて後ろ、後ろ、後ろしておくといいと思います。いいと思います。そうすると体がしっかりねじれるので、腰痛に効いたりとか良くなったりとか、あと息がしやすくなったりとか、そういうこともあるので、腕後ろ意識してやってみてください。ぜひ皆さんもやってみてください。